またあるワールドカップについてちょっとお伺いしたいんですけれどもあの、まあ、これ日本代表、まあ、4試合見られてこう率直な感想といいますか高さんんのどんなもう素晴らしい、はい、に尽きると思います、はい、やっぱ過去でこんな強いリーグに入ったこともないし、うん、勝ったこともないし、うん、ワールドカップですよ、はい、やっぱ素晴らしいです,すごいいいものを見たし。うんうん だってクロアチアもまあ,まあまあそれは勝負なんで PK ですけど、はい、コスタリカにしか負けてないですし、ねはいうん、やっぱ一番大きいのはこういう試合を見たこれからの、ねはい、サッカー少年たちにしてみればこれが基準になってくるから、はいうん、自分たちがいる来たときには、うん。 何年後か何十何年後か分かんないですけど、うん、時にはもっと上行かなきゃいけないってなるんで、うん、それがそのハードルというか基準を上げてくれたのは、はい、意識改革が自分の中じゃなくて代表がしてくれたんで、はい、それがすごい大きなことだと思いますよ。うん、ら僕らからしたらさドーハ見るじゃない、はい、あロスタイムって大事なんだってギリギリで行けなかったことがこんな悔しがってるのって、はい、子供ながら見てるじゃないですかうん、うん、自分には最初関係ないって思うけど。 それと一緒で。うん、ちょうど今、あの質問が。まあ、今回のワールドカップは、もう指導者目線で見ていたのでしょうかという質問が来ております。す指導者コー両方。あ、両方。指導者って、まだなってない。<laughs> はい。その。そんな。うん。指導者の思考とか、わかんないですけど。ああ、いや、でも、それ監督っていうわけでもないと思いますけどね。まあ、だから。戦術的なこととか、交代のタイミングとか。うん、あとは、なんか。 選手の単純に言うとレベルだったり、はい、どこを見ているのかとか、うんうん、そこは今度は選手目線になるのかなだから、今、聞いてるとワールドカップの解説やられているのを聞き,あの聞きますけど確かに選手目線も多いかなと PK とかも含めて今までのことをこう経験を語っていると思い うんまあ、そうかな。うんこれ興味本位であのスペインとモロッコ戦の解説をやられたときにあのジエシュ選手が真ん中蹴るんじゃねえかって言ったら真ん中蹴っちゃったしあのサラビア選手ですか途中交代で入ってきた選手はちょっと途中交代で入ると。 PK って難しいんだよねみたいな <laughs> <ま>なんかこれ結構ネットで話題になっていたっていう情報もありますけどあの辺は何かこういや別に,あ別に <laughs> まあ経験経験経験,経験まあでも、はい、うんありがちじゃないですかやっぱり1点目決めた1本目でね、はいうん、で相手が外したってなったら2本目の 2本目で2本目の価値を上回るシュートって大体真ん中じゃないですかなるほど、はいはい、そしたら崩れてくるてうん、うん、あとは後,後半とか延長から入った選手って元気だからいいキックできるんだろうなじゃないです<ー>逆,だ逆なんですよねあんまりゲームに入れてないし、うん、じ時間も短いしだから、難しいんですよ外しがちとかじゃなくて難しい難しいってことですね。そうですね<ー>、うん、だから決定 あのポストに当たったりということが生まれることもあるってこと、でですねそうですねねそうあと、まあ、解説させてもらったのでその映像があったんですけど、はいまあ、すごい監督さんがなんかこうボックスの上に座って、モロッコのはい、はい、で全員がそこにギュッと集まって <laughs> いいか、お前でいくかお前でいくかみたいなのをやっててって集まって。はい いいか PK も勝って上行くぞみたいな感じの雰囲気はやっぱスペインよりあったのはなんかちょっと勇気を持ちながらあそこにワールドカップの PK ですからそこでポツって立ったときにちょっとなんかいつもの自分じゃないになるに決まってるんですよ、ねはい、そうじゃなくてそうなるんであそこでみんなでいるんだっていうようなこう雰囲気みんなで1個のボール蹴るんだっていう,ような雰囲気はモロッコの方があったんで、まあ、そういうのも大事だなってなりますね。 あれ中村さんあ,れああいう時って相手チームのベンチの様子って気になるもんですか全然関係ないもんですかもう自,分自分のチームだけの、はい、自分のチームですよも,ちろんああもう相手はもう,う、ね、相手は分かんないですね<ー>、うん、でも確かのモロッカの,あの戦う雰囲気みたいなの見るといや素晴らしかっただから日本と似てたと思うんで、はいうん、日本もやっぱチャンスあったんだなとなるほどそれでまた質問が来ておりますこれズバリですねこれワールドカップの優勝予想を教えてくださいということなんですが うんまあ堅く,くてフランスかなという感じはします、ねはい、フランスはあのエムバペもすごい調子がいいですしどこが中村さんのこう推しのポイントになってますかね、うん、まあ今やっぱりスピードの速い攻撃。はい をした時にやっぱスピードが速い選手がどれだけゴールまで速く少ない秒数だタッチ数だったり関わりでいってるのを見ると結構フランスは攻めれるんですよね1枚目のフィルターがあんまないんでジルとエンベバとこの間だ,だったらデンベレはい。 最終ラインで4枚と3枚で7人ぐらいで守ってボーンと蹴ったらジルを収めてそのままいっちゃったじゃないですか,確かに、はい、だからそういう駆け引きもできるんだなと思って結構、サボってるか分かんないですけど攻め残りしてても矢があるぞっていうその矢がちょっとすごいん、ね、でだから攻めさせたって別にあるぞっていうし、はいはい、で守りたいときは守るし。はい あのー、3人が前にいるっていうのは、き威ですね、必ず3人があのゴールにまで持っていっちゃうっていうのは、うんあのこう。ジルーが入るとうまく回るのは何なんですか、ね、角度的にもあると思いますよ、<ー>真ん中で収まるっていう、そういうのってやっぱ、うん、不思議なもので、バランスがあるんですよね、選手のこのうん連係の部分でもそうなんですけど。うんうん あとあこれもうじゃ次の質問にっちゃっていいですかこれ次の質問すごい質問なんですけどすごい質問 <laughs> はい、いいんじゃない指導者ともうもう言っちゃいます指導者としての最終目標は <laughs> 日本代表監督ですかっての来てますいや今はそんなことないですそんなはい、はい、もう選手の時と一緒で一歩一歩す目標もまずはあのそうですねコーチ セカンドコーチになったり監督さんになったりとどういう監督さんになりたいかというのはこれからもあるしそれ選手の時ですプロになりたいマイナス入れたマイナスでレギュラー10番つけたい中心になりたい代表でレギュラーになりたい10番つけたいビッグクラブ行きたいビッグクラブで活躍したいっていう。 うん、そのやっぱ理想とかこういろんな現実もあるだろうし、うんはい、だから今のところはな、はい,ということです、はいですととうこカター,ワールターワールドカップもう一つちょっと振り返ってみたいんです、まあまだ大会終わってないですけどあの何かこう新しい発見みたいな今回のワールドカップ見てなんか中村さんなりにちょっとこう気になっているポイントみたいなのあったら教えてもらいたいんですけどあ<ー>あポイントはい 結構、まあ、日本もそうなんですけど前からディフェンスってすごい激しくいけるじゃないですか日本人って、はいはい、でもやっぱりワールドカップになると前田大然選手がいても前からやっぱはまらないから下がると、はいはい、でも僕らドイツ代表と開幕戦やるときにやっぱみんな他の人もそうなんですけど予想としては前からい。 これがかかんないときにどうなるかってあったですでも、はめにもいってないからだから、多分行いけないですよね、後ろも怖いから、最終ラインが蹴られたら。ってなったときに、もうちょっとファーストディフェンダーと最終ラインをまあまあ高めにしてコンパクトにしてからっていう戦い方になったんですけどでも、日本の J リーグって前からガンガン来るからだから代表と J リーグはつながんないのかなとか。 そこって J リーグでやってる選手って結局、外行かないと代表選ばれないのかなとかなんかそういう代表の位置と J リーグの位置とかで J リーグの下の J2、J3、まあ、地域だったり JFL かあと、大学生だったりジュニアンース、中学生高校サッカーっていうのがなんかどうあるべきなのかなっていうのでうまあちょっと壮大で。 ねうん、難しいですけどここから何がトレンドで何をクラブがこうスタイルをそかあの取っていくかというのは面白いですよね、このワールドカップ、はい、チャンピオンズリーグ終わった後ワールドカップが終わったあと、うん、あとグラウディオラさん,ララさん次第でちょっで変わっていくるじゃないですか <laughs> 世界がだからちょっと面白いかなとこの,この4年間また何か違うサッカーが、はい、ゴールキックもつなげないで蹴り始めるかもしれないし。はいで 何回か面白い場面があったのはゴールキック真ん中にして、はい、でこのサイドに蹴って、うん、1>, 1人す、えっと、ヘディングしたらそのままスラしてそのままセンターリングまで行ったりシーンして、はい、それって前つなぐよって見せかけて前から来てる分、うん、そういう,もうゴールキックもコーナーキックみたいにデザインされてきそうです、ねはいうん、だから、そういうコーチだったり攻撃的 攻撃専門守備専門とかいうコーチが増えてくるのかなとかもっと細分化される可能性があるということですかねだからより戦術っていうかシステマチックだったりなってくると10番って出てこねえのかなとかねそうそうそうまあでもそういうことを考えたりするのは面白いですけどねだからいろんなクラブがまたいろんな挑戦したり 日本代表がいろんなことを挑戦したりいろんな海外のスペイン人の監督がこう来たりしてまたこうやって日本のサッカーが強くなるために、はい、みんな切磋琢磨している中にしっかり入れるように、はい、頑張りたいということで。はい